はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はですね、初心者向けにダンサーの実用動画を上げたいなというふうに思ったんで、今回はユグドラシルマグナの確定動画を上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ今回はダンサーで EX アビリティはミゼラブルミストなんですけれども、今回の編成はこんな感じになっております。まあこちらの方を見て、すぐに編成がわかる方は、まあ、なかなかいないんじゃないでしょうか。今回はね、まあ、完全回避パ、疑似完全回避パっていうのを組んでいきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。まあ、まずコンセプトの説明をすると、ダンサーの1アビ、ダンサーの1アビで完全回避、ロゼッタの2アビで完全回避、スーテラの2アビで完全回避、3人が完全回避をしてメーテラは落ちます。メーテラを落としてミムルメモルを引っ張り出す、ミムルメモルを引っ張り出して、ミムルメモルのニアビでブレイクをして、そのまんま、ブレイクをしたらブレイクキープ、ミムルメモルのそのまんま MVP まで持っていくというようなプランですね。まあ実際にやってみた方が早いと思うんで、まあ説明はね実際に やりながらにするんですけれども、今回はね、まあこんな感じの編成になっております。まあなかなか、まあでもダンサーにしてはね、なかなかこういい感じにパーティーが、ダンサーにしてはってあれだけど、まあなかなかいい感じのパーティーが組めたと個人的には自負しておりますので、うん、まあどんな感じになるのか皆さんにお見せしていきたいというふうに思います。まあ基本的に、まあ、ユグドラシルマグナ、ユグマグの MVP を確定するというのであれば、オーバードライブ中のチャージタマックス技、創生のルミノックスの対処をすることが必須になってきます。基本的に必須になってくるんですけれども、まあ、今回ね最初に関してはこうやって削っていく形、こうやって削っていって、ただまあニアビはね、ニアビは完全回避をするために必要になってくるので、しっかりと取っておきましょうというような感じなんだけれども、こうやってね、こうやって殴っていく、まあ、まずはこうやって殴ります。こうやって殴ってしっかりとこう、まあここら辺に創生のルミノックスを受けた後、まあ今回見ていくのは創生のルミノックスを見た後ですよね。創生のルミノックスを見た後に、じゃあどういうことを気を張らなくちゃいけなくなってくるのかっていうと、基本的にはあれですね、どんなことに気を張らなくちゃいけなくなってくるのかっていうと、まあ、基本的にはその死んだ後のケアですよね。基本的に、まあ、まず1アビを使ってこうやって回避をして、回避をして、回避をします。こうやってまずはメーテラを落とします。こうやってね、メーテラを落として、まあ、ここからはどうなるかっていうと、相手のオーバードライブゲージをいち早く落とすことっていうのが重要になってくる。だからサブキャラクターでここで、ミムルメモルを引っ張り出したわけですね。こうやってダメージアビリティを与えて、ダメージを与えて、まあ、メーテラを入れたのもそれが理由、メーテラを入れたのもそれが理由で、じゃあいきます。こうやって、うん、でダンサーを活かせるのもねここからなんですよ。実はダンサーを活かせるのもここからで、まあ、ミムルメモルのダブルアタック確率があるっていうことで、これ 100% になるよね。ここで奥義ゲージ 100% になるじゃないですか。ここで役立つのがなんとね、ダンサーなんですよ。俺がダンサー、まあ、今まで俺が何も考えなしにダンサーを採用したかと思いましたが、ここでなってくるのは、ここで主人公の奥義ゲージをですね、ミムルメモルのアビリティ、まあもちろんあのメーテラの3アビが外れて、メーテラの3アビのスローが当たればもう本当に安定して入れられるんだけれども、2回目の奥義で主人公のですね、こちら4チェイン、強制4チェインが発動できるんですよ。ここで強制4チェインが発動できることによって、ギリギリ相手をブレイクさせることが可能になるんですね。そう、こちらの方を僕は言いたかった。これでブレイク維持を入れて強制的に MVP 確定ラインまで持っていくという、うん、これでもう攻撃を回避すれば回避するほど連撃率が上がりっていうようなね、うん、っていうような的な、いかがですか。でもなかなか実用的に見えませんかこれ、うん、割とこう実用的に見えたりはしませんかね。まあ、こんな感じにサブキャラをサブキャラとして落とさなきゃいけないんだけど、サブキャラとして落とさなきゃいけなくはなってくるんだけれども、こういう風にね動かすことによって、ダンサーでも初心者の方でね、ダンサーを使いたいっていう方の
要望にもお応えできるユグドラシルマグロの確定になったんじゃないかなと思います。まあ完全回避、他に完全回避ができる、キャラクターとしてはですね、あのサイドワインダーですね、サイドワインダーが挙げられるんだけれども、まあ、サイドワインダーとの違いは基本的に、さっきのね4チェインができることによって、2回目のターンでね4チェインができるっていうことによってダメージの総量が高めなんですよ。ダメージの総量が高めになることによって、あのこういう風にブレイクの多分範囲はダンサーの方が広いと思います。なんで、まあ、初心者の方だったら多分ねこっちの方が、あ、できないけど、まあでもこれ、まあ、全然あれですよ。まあまあまあ誤差みたいなもんですよ、誤差みたいなもん、まあ、こんなんになったらもうちょっと装備を整えていけばいいんじゃねえのぐらいの、まあ、これは超ギリギリな話、超ギリギリな話ですよ、うん、まあこういう風にね、こういう風にやっていければ MVP 確定だって夢じゃないんじゃないのという皆様へのね、啓蒙活動とでも言うべきか、そんなか、あ、でもいけんじゃないほら、ほら、もう見て見て見て、ほら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 、いけ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 るぞ、お前ならいける、グラン、お前ならいける。いや、ここでピューピュー、ここでね、ポヒュー、ダンサーの第2回のアビリティが発動していくということで、MVP 確定に成功いたしました。まあこんな感じでね、お前が真っ先に諦めてたんじゃねえかというツッコミは置いといて、ツッコミは置いといてね、アスタンプログイン、俺が朝にプレイしているということがバレてしまいましたね、まあ、こんな風にできるんですよ、こんな風にできるということで、皆さんダンサー初心者向け、まあ初心者向け言うよ、まあ、ちょっとなんか戦力高めに、ちょっと戦力高めに見えてるけど、これティア10のせいですから、俺もティア10しか持ってないから、ちょっとこんな風に戦力高くなっちゃってるけど、まあ装備低めでもいけるんで、皆さんもね、もし気になったらダンサー使ってみてください。まあなかなか綺麗な仕上がりになったんじゃないかなという風に思います。まあ装備をね、まださらに強くすればもっと簡単にできるっていうのはもう当然のことなんで、皆さんもね気になったらぜひともダンサーでユグマグ MVP 確定やってみてください。皆さんの参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。